通に、相手の肘を取って右手は相手の肩を置いてプレッシャーかけた時に肩、ハイクラッチ入る要領で入り込むんですけど、大事なのは引き手の左手でしっかり相手を一回落として浮いたところに空間を作って入るっていうので、この時に頭下向いてるとどっちに返すか分かんなくなるんで、しっかり頭上げて、自分の左手の方に巻き込むように返す。この時に相手が反応が良くてここで後ろに下げた場合だけお辞儀するように点取れるんで、臨機応変にここまで入った相手の動きに合わせて技をかけます。自分の得意な方と逆の飛行機をやるときは2-on-1取って、相手との距離を作ると相手が向かい合ってくるんで、向かい合ってきたところに同じように入って、これは深くもう右手が決まってるんで返せるんで、流れでいくと